おはようございます。今日はベッドでできる朝ヨガをご紹介します。はじめは仰向けの状態から始めていって、そのまま起き上がって肩周りまでほぐしていくので、ぜひこれ全部やっていただくとすごく目覚めのいい朝になります。そのまま再生してみてください。それでは早速始めましょう。目が覚めたらまずは仰向けの状態を整えていきましょう。足は腰幅かそれより広いくらい、両手は体の斜め下に伸ばして手のひらを天井に向けます。この状態で今床から腰が浮いていたり背中が浮いている方は、少し体を左右に揺らして背中とベッドをしっかりとくっつけていきます。ここから大きく息を吸って、両手を横から頭の方に向かって上げていきましょう。吐きながら手をゆっくり元の位置に戻す。この動きをあと2回繰り返します。大きく息を吸って、伸びをするように手を上に伸ばして、吐いてゆっくりと戻していく。少しずつ体を目覚めさせていきます。ラスト1回大きく息吸って、深く吐きましょう。手が元の位置に戻ってきたら、今度は右膝で大きな丸を描いていきます。外回し、内回し、どちらからでも大丈夫です。だいたい5周ぐらいですね。膝を回せた方は反対回しも行ってみましょう。足の付け根、非常に太い血管が通っています。その血管、血の巡りを良くするように大きな丸を描いてみてください。反対回しもだいたい5周くらいできた方は、膝を胸の前で止めて両手でキャッチします。深く息を吐いて、太ももと胸同士を近づけていきましょう。吸う息で力を緩めて、吐く息でもう一度ぎゅーっと近づけます。力を緩めたら、右足を左側に大きく倒しましょう。左手で膝を上から押さえ、右手は体の横楽な位置に伸ばしておきます。お顔を右側に向けて、深く息を吐きながらお腹中心から体をねじっていきます。気持ちはリラックスをして、体の中で緊張している部分がないように隅々まで楽にしていってください。次の吸う息で膝と顔を真ん中に戻します。吐きながら足を伸ばして、反対足同じ動きいきましょう。左の膝を軽く曲げてから大きな円を描いていく。特に内側、外側、横に開くときに大きく動くように意識をしてみてください。反対回しも行ってみましょう。呼吸はゆっくり深く繰り返します。息を吸った時に胸、お腹のあたりをパンパンに膨らませて、余裕が出てきたら背中の方にまで空気を送るように意識をしてみましょう。では次に膝が胸の前に来たら両手でキャッチ、吐きながら膝と胸を近づけてぎゅーっと抱きしめます。吸いながら力を緩める。深く息を吐いてもう一度近づけて、力を緩めます。左足を右側ベッドの方に倒していきましょう。右手で上から押さえ、左手は体の横に伸ばしてリラックスです。息を吐いた時に体の余分な力が抜けて、左の膝とベッドが近づいていくように、反対側の肩が浮いてこない範囲でねじってみてください。ではゆっくりと中心に戻りましょう。足をほどいたら、一度、もう一度仰向けの状態で足先を左右にブラブラと揺らします。では動きを止めて両膝を立て、今度は両膝胸に近づけて、もも裏に手のひらを添えましょう。足先を軽く上げた状態で体を前後にゆらゆらと大きく揺らしていきます。背中全体をマッサージするように体を揺らしたら、最後その反動で起き上がってみてください。起
き上がった方、楽な座り方、あぐらがおすすめです。座ってみます。両手胸の前で指を組んで、吸いながら手を前から上に向かって伸ばしましょう。吐きながら腕を前に下ろして背中を丸めていきます。手と背中引っ張り合って、吸いながら上に向かって伸びる。大きく息を吐いて背中腰ごと丸めていきます。最後にもう一度息を吸って、両手上に伸ばしたら手と手離して、手のひら正面万歳します。もう一度大きく息吸って上に伸びましょう。吐きながら肘を斜め後ろに引いて、手で W の形を作ります。大きく息を吸って上に伸びる。吐いて肘斜め後ろ、ふう。では手のひら肩の上に乗せ、最後大きく吸いながら肘前から上に向かって回していきましょう。吐きながら肘を下ろし、ラスト一周です。はい、両手を床に下ろして呼吸を整えます。ベッドでできる朝ヨガ、今日は以上になります。皆さんお疲れ様でした。どうですかね、目パッチリと覚めましたかね。仰向けの状態で、初めは凝り固まった体をほぐすポーズから入っていってます。そして勢いよく体を起こした後は、深呼吸とともに凝りやすい肩だったり背中を動かす運動を入れていますので、これね、もちろん朝寝起きにおすすめなんですけど、夜寝る前にやっていただいても一日の疲れが取れますので、ぜひベッドでね、朝でも夜でも皆さんのライフスタイルに合わせて使ってみてください。継続してやっていただくことで、体や心の変化すごく感じやすくなりますので、一日とは言わず、ぜひ今日から毎日のお供にしていただけると嬉しいです。今日の動画忘れないように、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知もオンにしていただいて、明日からも一緒に運動していきましょう。それでは皆さん、今日もいってらっしゃい。